ハニューユズルが ARA e、ER、拍子に登場。ノットステレイト2024で魅了するスケート魔法。4月1日発売。ハニューユズル希望と祈りを象徴するスケートの魔法。ハニューユズルさんが、その魔法的なスケートで、ノットステレイト2024の公演に登場し、表紙を飾ります。この公演は、東日本大震災から13年が経った今もなお、希望と祈りが込められた特別なものでした。 公演の始まりは穏やかで暖かな空間が広がります。会場の雰囲気はまるでハブさんの心情を映し出しているかのようでした。その空気感が一つ一つのステップに込められた思いを伝えていました。ハブさんは公演を通じて人間の力ではどうしようもない災害や苦しみに立ち向かいながらも受け入れ前進する姿勢を表現しました。13年間の思いや未来への希望がそのスケートに込められています。 ダニーボーイというプログラムは、ハブさんの心を映し出す素晴らしい作品です。その美しい表紙が、多くのファンの期待をかきたてます。講演レポートもまた、ハブさんの魅力とスケートの奥深さを伝えるものでしょう。ハニューゆのスケートは、単なる技術の表現ではありません。それは、希望と祈り、そして未来への信念が融合した魔法のようなものです。その魔法は、会場の空気に満ち、 ファンの心を打ち抜きます。しかし、その魔法には一筋の影も付きまといいます。競技スケートは、一種の美しさとともに、厳しい競争の世界でもあります。ハブさんもまた、怪我や困難に直面しながら、その魔法を続けています。日本だけでなく、世界中のスケートファンが、羽生譲の魔法に魅了されています。彼のスケートは、言葉にできない感動を与え、多くの人々に勇気と希望を与えています。 ハニュー・ユズルの表紙を見たとき、私は再びその魔法に引き込まれました。彼のスケートは、ただの競技ではなく、人々の心に触れる芸術作品です。そして、その美しさは、永遠に色あせることはありません。あなたはハニュー・ユズルの魔法に魅了されましたか彼のスケートに込められた希望と祈りを感じましたかまた、競技スケートの世界における彼の影響力についてどう思いますか 興味深い議論の始まりです。